Q 哈，但是 Q 也没有什么错误。那一般店员来讲，他会讲本日，所以本日の日替わりランチは就是今天的这一个商业午餐是ハンバーグ。ハンバーグ的话就是这一个汉堡肉，我们叫做ハンバーグ。メンチカツ就是煎肉饼。ニシュリ就是两个种类。ございます就是あります。的这个敬语，所以我们今天的这一个商业午餐呢，有这两个种类哟。好，是的，今日的特餐呢，有这个汉堡肉和这个煎肉饼两种，请跟自己老师念过一遍。はい、今日の日替わりランチはハンバーグとメンチカツの2種類ございます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 。じゃあ日替わりランチのハンバーグお願いします。じゃあ、那么、日替わりランチ、这个商业午餐、特餐、ハンバーグお願いします。所以这个客人呢、他选择了要这个汉堡肉的特餐。那么、请给我汉堡肉特餐。请跟日老师念过一遍。じゃあ、日替わりランチのハンバーグお願いします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 。はい、かしこまりました。是的。好的、没问题。请跟日老师念过一遍。はい。かしこまりました。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチ、就午餐。ランチには食後、食後就是餐后。那么就是你用完餐之后呢、お飲み物がついておりますが、お飲み物呢就是这个饮料。ついております。所以表示呢有赠送这一个饮料。那おります的话呢是这个います的这个谦逊语。所以表示呢在我们的餐后呢有赠送这个饮料。コーヒーと紅茶、咖啡还有红茶。どちらになさいますか？那么你要选择哪一种呢？你是要咖啡还是红茶呢？餐后有附送这个饮料，请问您是要咖啡还是红茶呢？请跟日老师念过一遍。ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？ランチには食後のお飲み物がついておりますが、コーヒーと紅茶、どちらになさいますか？紅茶をください。紅茶、紅茶、ください、给我。请给我紅茶。请跟自己老师念过一遍。紅茶をください。紅茶をください。紅茶をください。